あ、じゃあどうぞ。いや、まあ、特にあれですけど、まあここで浜松に来て、まあ、YouTube も始めて、だから今1年かな、 YouTube はでもまだ1年ぐらいしか動画上げてないんで。あ、 Vlog でね。 Vlog としてはそうです、はい、そうです。だからでもこの YouTube やってて、なんかすごくこう変わった出会いがたくさんあったんで、そうですね、なかなかこの1年は楽しかったなみたいに自分では思ってます、はい、青森にいても、まあ、このようなスタイルで変わらずやっていけたらなって思ってるんですけど、宮下さんも別にあれですよね、今と変わらずの。そうですね、ちょっと僕もね、あの先がちょっとわからないというか、まあ、あのこのままねずっと YouTube は続けるんだけども、まああまりあのわからないですじゃないですか、あの旅行にいつ行けるかとかあるし、 あとは弟なんかはね、あのリハビリなんかもね、一応あの3月末ぐらいまででね、行ける回数が減っちゃうんで、極端に、うん、でまあそれの分、弟を作業所に通わせるとかね、いろいろあるんだけども、ちょっと生活ね、4月からちょっと僕も変わるんですよ。あ、そうなんですか。うん、だから、時間が増えるんでね、その時間に何をやろうかとかね、例えば、ブログみたいなね、ちょっと書くような表現集っていうか、そういう発信もしてた方がいいのかなとかね、うん、あとはいろいろ考えますよね。あと音声だけのコンテンツに挑戦して、もうちょっと喋りとかね、ちょっと上手になったりとかそういうことも含めてね、考えてますけどね。なんか言ってましたよね、なんか YouTube ではないなんかその音声だけのメディアというか、うん、あるとかって話も、なんかあのボイシーだとか、はいはいはい、ポッドキャストとか、 ああいうのがなんかね結構、やられてる方もいるんでね、 YouTube と同時並行で、どこにでも行くドスコイさんなんかは、あ、そうなんですか。結構おしゃべりあの達者の方なんでね。だから、前なんかちょっとジーコさんにも言わなかったですかね、あの ラジオみたいないうやつやったらどうですか、はいはい、なんかそういうのがこれから流行るみたいな話まだ聞いた気がします、ね、でジーコさんはなんか本当にあのラジオ向けっていうか、あの結局はあのただ喋ってるやつあるじゃないですか、カメラの前 で、ね、まあご飯食べながらとかもあるけど、はい、ああいうのってもうラジオでも全然いいじゃないですか。そうですね、でラジオだと結局見るというか、受け取る側の視聴者というか聴取者というのかな、そういう人たちは、まあ、割となんていうかな、自分であの家事をやりながらとか、ああいう感じでね聞くニーズが結構あるらしくて、すでにもうなんか今のめちゃくちゃ長い動画とかは、うん、なんかそうやって使ってもらってるみたいですね、うん、だからそれと別になんかちょっと音声だけっていうのもいいしね。音声だけだな、うん、で僕は本当最初あのジーコさん見た時ね、まあ、さっきもちょっとお話ししたけど、ラジオパーソナリティなんかすごく似合いそうな気がすごくしたんですよ、こう見てね、はい、最初の印象からして結構なんか、しっかり喋れるし、そんな感じがしたんでね、うん、なんかそういうのやってみたなと思います。で僕もなんかちょっとそういうのね、やろうと思ってるんです、挑戦してみようかなっていう感じで、考えてはいるけど、ね、ブログをやるか、そういうラジオみたいな音声コンテンツをやってみるかとかね。ブログ結構しんどいんで、多分音声のいいと思いますね、多分ブログはしんどい、書くのが、うん、なんか前にもちょっと自分はなんかそれについて話したところがあげたんですけど、うん、ブログはなんかやっぱり文章なんで、うん、結構カチッカチッとした流れとかがないと、うん、なんか伝わりづらくて、なんで一回自分で書いて、うん、でもう一回読み直して、あ全然違うなって変えて、でもう一回読み直して変えてみたいなことを結構し続けないと、うん、ある程度こう読み手に優しい文章になんない気がするんで、うん、だからなんか話してると、うん、こう表情であったり、うん、なんか強調するところとか、うん、手振り身振りとか、うん、まあそれ動画の場合ですけどとかつくんで、うん、結構ブログは続けるの きついと思いますね。昔ブログずっと書いた時期もあって、あの YouTube の代わりに、うん、だから大変ですね。しんどさが全然やっぱ違う感じします。まあ僕はちょっとね、一回ちょっとブログやったことないんでねと思ったんだけど、
っぱりちょっときついっていうのはなんとなくね予感ではするんですよね。まあでもせっかくの一回やってみるといいと思いますけど、やってみて挫折してもいいんで、はい、うん、青森の方に行けれるっていうのは、ね、別に浜松の生活も嫌じゃないんですけどね、なんかそんな感じで、すごく羨ましいですね。だから僕なんか最初会った時にもういきなり言ったんだけど、ジーコさんはなんか英語もねかなり喋れるんで海外就職したらどうですか、はいはい、僕がジーコさんのねあの年齢でこれだけ英語喋れたら迷わずに海外で生活して、なんかそれをね YouTube で発信したりとかしながらね仕事やったりしたらなんか結構いいかなって思ってるんだけどっていう話もしたから。確かにそうですね、そういえばそういう話ありましたね、もうあれ1年前ぐらいですもんね。1年前、もう最初会った時になんかそう、確かにそうでしたね。まあでも青森は青森で逆になんかいいかなと思って、今 YouTube で結構あの、ね、海外からこう発信してる人も結構いるんだけど、逆にあの青森じゃない人が青森とか、なんかそういうね一見あのちょっと、地味なねハワイに住んでますとかね、そういうのに比べたら地味じゃないですか、はい、でも意外といいコンテンツが作れるような、あ逆にそうですね、競争相手も少ないし、あ、うん、オリジナリティのある映像も撮れるし、タイなんかね、人生活しながら発信してる人とか結構いますもんね。あ多いですよね、うん、海外欧州とかなんかフィンランドからとかなんかたまに見ますね、うんうん、あと向こう行ったらあれ自分あれがやりたいですね、多分これはまあ来年というかあの1年目でやれるか分かんないですけど、ドローンは多分2年中には絶対やります、うん、せっかく多分空も広いし、うん、撮れるものたくさんあるだろうな、ね、なんかドローンって この都会だと結構ね、うんうん、規制があるけど、そうですね、ひょっとしたら大丈夫かもしれないし、ここは結構なんか広い私有地みたいなのが多分あるんで、うん、その牧場とか、うん、あとはそういうところは多分なんかそこの人に許可を取ってあれば多分基本はいけると思うんで、うん、いいですね、そういうのをやってみたいなとかね、 4K で撮るとか、ああいいですね、うん、一応あの GoPro 4K いけるんで撮ったりはできますね、うん、あいいね、なんかいろいろ聞いていくと聞いていけば聞いていくほどなんかいいなと思って、引っ越しでネタいくらでもあるしね、まあ、引っ越しするっていうだけで ね結構大変でこんあのどうだろう、前回の引っ越しはその一人でっていうか、まあ、自分とあとまあ友人に助けてもらってやってできたんですけど、でその時たくさん物を捨てたんですよ、うん、前以上に捨てたんでよかったんですけど、うん、今回結構持っていくものがあの料理とか家具とか家電とか結構こっちに来ていろいろ、まあ、この机とかもそうですし買ったんで、うん、いやなかなか準備大変ですね、まあ、あと3日かなくらいなんで、うん、まあ、ババッとやって終わらせようと思いますけど、そうですね、まあでも本当にまああと2日頑張ればもうできそうですもんね、うん、本当に、まあ、あと引っ越しの業者の人が、まあ、頑張ってもらう感じで、まあ、とにかくあれですか、引っ越しの僕もあんまりしたことないんだけど、まあ、とにかくこの辺は梱包しなくてもいいかもしれないけど、あと小さなものは、段ボールに箱あの梱包しておいてくれればやりますよっていう感じです。そうですね、確か言われたのはあの段ボールに入るやつは入れてねっていうことでしたね、うん、だからあの一番でかいヘルシオは多分入んないんで、あれはまんまで向こうでなんか特別なやつ、うん、まあ、うちはテレビとかないんですけど、これは段ボールで入らないからやらなくて、あ、そうです、分かりやすいですね、これも椅子もですね、うん、でもその代わり加湿器とか、うん、まあまあ大きいぐらいのものが入っちゃうんで段ボールに入りますよね、そうです、なのでそれは入れてねっていうことでしたね。 そうか、あとダンベルが結構いっぱいあったんで、うん、それまとめて入れると60キロぐらいなので、まあ、3つくらいに小分けにして入れたりとか、うん、まあ、やってますね。家こういうのって なんだかんだやっぱりあの出るときやっぱ寂しく感じますよね。そうですね、僕もなんかちょっとねこれが最後思いながら撮ってるとかあると不思議と大してきてないのに、いや、まあ、1年前に、ね、いやなんかまさかこんなに引っ越すると本当に思わなかったですけど、まあそういう運命なんでしょう。でも割とあの静岡の人ってね割とあの地元が好きでね、うん、ずっと一緒にいる人がいるから、まあ、そうですね、ジーコさんはなんか割とだからそういう意味ではちょっと違う感じですよね。
あ、うん、で静岡の人って気質的にね、なんか、うん、なんて言うんだろう、穏やかというか、まあよく言われますよね、はい、感じで、そういうのの気質がなんか青森なんか行ってもなんか割と逆にいいんかなと思って、うん、合うんじゃないかなと思って、向こうの人と、うん、僕最初ジーコさんに会った時にね、思った外見の印象なんだけど、スーツも似合うけどなんて言うんだろう、農作業の服とか似合う感じもするんですよね。あ、そうですか。だからバリバリ の, あの都会 の, あのエリートサラリーマンみたいな感じのスーツ着てるのも似合うけど、なんか麦わら帽子かぶってね、あ、なんか農作業やってる感じのイメージもできる人なんで、なるほど、うん、だから青森はなんかいいかなと思ってます、勝手に先入観ですけど。でも本当に楽しみにしてます、ね、何があるか分かんないですけど。そうですね、はい、ということで今日はね、ジーコさんの家にお邪魔してですね、お別れということで、なんかお手伝いできないかということでですね、まあちょっと段ボールをね車で運んだり、100円ショップカインズホームちょっと行ったりなんかしただけですけどね、ささやかですけど、まあちょっとねお手伝いをしたという感じですね。ジーコさんとはね本当に1年前に会って、それからね本当3回ぐらい会ったぐらいなんですけどね、またこちらのね、こちら実家はね、あの菊川ということで浜松に近いんで、近くまでね来たらね、ちょっと僕の方で車で菊川町まで行ってもいいんでね、またそれでジーコさんに再会という動画もね、なんか撮ってみたいかなと将来的には思ってます。そうですね、ありがとうございました、はい、ありがとうございました、はい、ということで、最後まで見ていただいた方ありがとうございました、ジーコさんと、基本一人でした。よいしょ、これだけ撮っておけばいいや。